サンタさん、どうでした？ちょっともう魔法が解けちゃったんだけどね。そうなんですよ、ちょっともうねサンタじゃなくなってしまったんですけどまあ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 一応サンタになってました、うん、どう、皆さんどうでした？どう、みんな可愛かったでしょ？やっぱクリスマスって最高だよね。もう解けたって。あ、そっちの溶けた？あ、溶けちゃった。みんな可愛かったね。うん。なんかぼやけてる。え、そうなの？聞いて。私さ、そう、打ち亀おかしくてずっと。うん。自撮りとかすると、ぼやぼやしてて。わかる？うん。なんか、ぼやけてんのよ。ひゃー。割れてんのかな？まさかの？あ、うんうんうん。まあ気持ちちょっとね曇ってるんだけどね、うん、すまないね。16曲はめっちゃびっくりしたわ。確かになかなかないよね。ないよ、50分ノンストップってね。私もさ聞いてびっくりしたんだよね。そんなやってたんだって、うん、50分ってすごいよね。うん、すごいよ。だって一公演分ってことくらい。そう、それぐらいをまずやってからのさらにってことだもんね。そう、すごい豪華、めっちゃ贅沢そう、なんかね、うん、ユニットでねそれぞれ自分のユニットの曲をこう、うん、ユニット公演の中から1曲ずつみんなで披露させていただいたんですけど、門継ぐはですね、門継ぐ声からラブアッシュを披露いたしました。まさかのね、まさか一番まさかのってこの曲が選ばれるとは思わなかった。本当に一番びっくりだったね、うん、ね、来るとしたら初めてのやつとかね。絶対そうだと思ってた。私はてっきり思ってたんだけど、うん、ラバイシでした、まさかの。そうなんですよ。そうなの、そう、ユニットからそうなんです、一曲ずつ披露したんです。あ、そうなんです。そう、今日からね、下の名ハイタッチ再開しました。 あとエンジンもちゃんとエンジンを作りました。素敵なんか久々にそれやったらめっちゃ楽しかった。いいね、うん、なんかいいね。でもいいね、いいね。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。すごい、こんばんはってしてくる。こんばんは、ほら見て、こんばんは。本当だめっちゃこんばんは、こんばんは、うん、そう、メンバーがね選んだわけじゃないんですよ。そうなんですよ。そうなの、選んでいただいてね、まさかのラバイッシュでしたね。そうなんです、まさかでした。まさか、まさかの門継ぐ安定の良さ、イエーイ嬉しい。そうね、うちらがねびっくりしたのはさ、うん、MC でなんか NGT 公演、うん、でなんか一番なんか笑ったハプニングはみたいなあの企画 MC があって。そうなんですよ。でみんなの大滝の卒業発表って答えてたんですけどまさかの私たち2人だけスカートが落ちたことを書いててえ、やばくない？こんなことあるって感じだよね。ある意味すごいよね。そう、もうある意味正解みたいな。そう、ある意味正解びっくりした。そう、なんか私も自信なくて、うん、でもこれしか思いつかないと思って。そう、私もこれしか思いつかないと思って、一発目7個が卒業発表って言って、うん、うーわやっちゃったと思って出して、ああと思ってたら、次もスカート落ちたって言ったからえーと思って。あー、でもさすがでしたね。うん、マジでびっくりした。ちょっとこういうところでね、うん、多分一心伝心ゲームの力使っちゃってるんだと思う。普段のさ公演でさやってもさダメなのにさこういう時にねそうなの、本当にね、びっくりだったでしょう、うん、ね、あれはあれでポイント欲しかったよね、うん、ね、ちょっとあれでもう一枚ぐらい良かった
そう、サイン色紙がね、うん、プレゼントだったんですよ。そうなんですか、正解の数にあれで。そうなの、そうなの、そうなの、すごいでしょー、うん、すごい、てか可愛いね、クリスマス仕様になってて。え、それないつの間に、え、なんかクリスマスなの。そうだよ、あと数時間後で終わっちゃうよ。結構無理だな、それ結構信じられないな、悲しい。早いね。お、新潟から帰ってきて駅で見てるよ、嬉しい。おー、そう、生誕祭にね来てくれてありがとう。そっか、どうでした、新潟は。どうでした、ねえ、年末ってでもさ、一番大変じゃない、年末で、しかも平日で夜で本当にありがとうございます。今日は土曜日だからね、今日はなんだけど、生誕多分みんな予定合わせるの大変だったんだろうなと思って、ね、確かにそうだね、生誕は平日だったから ね、 ね、ありがとうございます。なんかだんだんまた曇ってきた画面が本当だ、なんだろうな、なんかなんかね、調子悪いみたいだね、うん、カドちゃん今年で一番幼い、ほんと、お、幼め。私今日大人っぽいって言われたんだけど、どっちだあれ今日私メンバーになんか大人っぽいって言われたんだけど、めっちゃあれれれれ、幼いね。え、なんでだよ幼いなんでだよ、確かに確かに、おいおいおい、確かに確かに。でも割とさ、カドのこのただアレンジせずに結んでるのって結構新鮮な気がする。確かに、やるとしたらいつも本当に高いポニーテールなの、ね、今回は高めのイメージあると、ローポニーでね、やらせていただきました。そう、今日はね、こっち側角が編んでくれたんです。そうなの、嬉しい、上手。あ、私が編んだままなのこれ。そう、あ、そうなの。え、すごい当たったんだけど今あれ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 びっくりしたそう、めっちゃ上手。本当よかった。メイクさんが言ってた、ちょっとカドちゃん正式にこっち来ないかな。そう、何回かちょっとスカートあのしてもらってるんだけどそっちの道に、まあ、もしアイドルをやめて職に困ったら、うん、まあ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 っていつも言ってます。メイクでねいいですね。ね、はあ、面白い。そうね、七子ねえ、やめしょ、待って、なんだっけ、キャンバス、キャンバス、うん、嬉しい、すごいね。今日ずっと緊張してたから。そうなんだ、発表するの。そう、でも緊張する。いや、するよね、うん、本当に卒業発表っぽい感じだったのねでもお知らせって言ったから、うん、って思ったらめっちゃ素敵なお知らせでした。おめでたい、すごいな、いいですねお、二人とも昨日の告白可愛かっただ。あっ、どうもどうもどうもとかねえ、ちょっとあんなにね、前ゼリフをね、あの、いいやとしているカドツグが頑張ったね、今日ね。本当に頑張ったよ、めっちゃ頑張ったね。もう直前までどうか押して押して押してください、そう、押してなくなりますようにってずっと祈ってたんだけど祈ってた、まあ、祈りも届かずしっかりとやりましたすごいね、クリスマスイブとクリスマス公演と、うん、2日連続で。そうなの、皆さんどうでしたか、配信もうん、オッケー、ヘリクリだ。え、てか思ったけど、 お父さんお母さんはさ、うん、成功したのかな、サンタさん。ああ世のね、そう、世のいらっしゃるかな、ちょっと子供耳塞いで見てるかな、成功しました、喜んでくれたかな。喜んでくれたでしょ、嬉しいよねいいな、
ちょっと私の悲しい話を聞いて。何？あのね、うん、私はあ、ちょっと子供耳塞いでね、子供耳塞いでね、うん、私はね、すごく信じてたんです、うん、でね、とある小学校6年生の時に、はい、友達がクリスマスの時期になって、うん、急に私さ、お父さんからカミングアウトされたんだよねって言ってきたんです、うんうんうん、で、何のこと？と思ったら、お父さんが、その友達のお父さんが友達に向かって実はパパがサンタさんしてたんだって言ったらしくて、うんうんうん、いや私はね、もう絶対嘘だと思って、うん、悔しくて、うん、そんなわけがないと思って、で、私はね、確かめちゃったんですよ、パパとママに、うん、ね、友達がね、パパがサンタさんって言ってたっていうのを言ったら、それを知っちゃったらもう大人だねって言われて、もうそっとサンタさんが来なくなったんだ来なくなったんだ、はい、正体を知っただけでは飽き足らず、はい、あらー、いいんじゃなかったって今になってすごく思ってるんですけど、あらー、それはなんとも切ない、ね、どんまい、ちょっと言うんじゃなかった、多分言ってなかったら今も来てた、いや今はさすがに聞いてないんか、じゃないと思うよ、さすがにね、いい子にしてるんだけどな聞いてしまったんだよ、え、うちの高一まだ信じてるって、ちょっと信じさせてあげてね、そのままね、ね、そうだよ、本当にね、ちょっとね、世のちっちゃい子、あ、今もういいよ、とってあのね、信じるべきだよ、色からずっと信じときなそう、そのそれで毎年それを思い出して寂しい気持ちになるだって本当に悲しすぎて涙出たもん、その、もう来ないんだって思ってね、私小5の時にパパの車にあったプレゼント見つけちゃったあら、まさかの、まさかの、言った、知らんぷりした、でもそう、確かに今思えば自分が欲しいと思って見てたものが、うん、次の日に届いてたっていうのが不思議すぎて、お、確かにね、マジックだね、マジック、ね、今頑張ってサンタさん回ってるでしょ、だって、ね、そうだよね、回ってるよ今頃きっと、パカラパカラってサンタさん、サンタさん買い物行こうって言われましたあれあれ、これはもうもうちょっと分かっちゃってるのかな、まあ、ある意味潔いけどねクリスマスにはサンタに変身します、あー、いいね、いいですね、今日の声もね、うん、サンタさんになってる人いっぱいいて、うんうん、すごいクリスマスを感じた、確かに、マリナちゃんは10歳でサンタさん来なくなったらしい、え、10歳ってことは、え、結構、小4、え、結構早いね、うんうん、私いつだろう、なんか全然覚えてない、いつだった、いつからか来なくなった、わかんない、中3までは木崎が来てた気がする、いいの、高校生からさすがに、じゃあこっちに来てから来ないかった、そっか、うん、そっか、うん、そうだよね、だからまあ中3からか中3から来てないわ、うん、え、ちなみに中3の時は気づいてた、気づいてた、気づいてた、いいな、言うんじゃなかった、あ、でもだいぶ早いタイミングで気づいた気がする、え、そう、ちっちゃいながら、うん、言うんじゃなかったな、本当に知ってしまったな、でも、うん、こうサンタさんっていうか、その寝てる間に、うん、あのプレゼントが置かれてるのは中2までだったけど、うん、普通に中3になってからもあのクリスマスプレゼントはもらってた、え、お母さんお父さん、うん、え、クリスマス何欲しいって言われて、これが欲しいみたいな、でもらってた気がする、うん、いいな、羨ましい、悲しい、知っちゃったらもう来ないんだよとか言ってパタッと来なくなったよ私は、かわいそう、なんて辛辣なの悲しい、でもいいね、なんかクリスマスっていいよね、うん、うん、
今のサンタさんのハイテクだから iPhone 操作してそう確かにウーバーみたいな、ね、いいな、来ないかなサンタさん、うん、いいね、いいな、いいなちょっと笑っちゃったいいな、みんなは来たのかなサンタさん、おっきいお友達はどうですか。でもこれを見てるみんなはもうあげる側なんじゃないかな。そっちかそっかそっかもしかしたらね、そっち側か、そうだね、うーん、いいな、いいな、待ってクリスマスって消去、うん、ってことはもう今年終わるね。そうだよ、そうだよね、うん、あと6日結構無理じゃない。うん、えっ、だって年越したとしてもまた新春とか周年があって、あ、そっかそっか、多分またすぐバタバタしてもういつの間にか2月みたいになってると思う。絶対そうだよ、うん、今年もうまさにそうだったもん、うん、だってハッピーニューイヤーの記憶まだ全然新しいんだよね今年の。だって私ついこの間成人式したよ。え、そうだよねと思ったらさ、もうニャーニャーと夢山が成人式しててさ、あれみたいな。だって今頃私成人公演の準備してた気がするもん。え、みんなでさ取り決めてそう、何の曲やるみたいな感じでめっちゃ決めてた。懐かしい、この季節ね、この時期めっちゃね、ずっとリハとかね、そうやってた、ね、え、もうそれがついこの間なのにさ、ね、どういうこと、怖何事分かる。しかもさ、クリスマスがさ、うん、終わってからの6日間ってなおさら早いじゃん。早い、なんか、え、どうしよう、割と全然実感できてないな。多分あっという間に成人式来るよ無理よ、無理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 、どうしよう、割と心の準備できてない。やばいよね。え、ねえ、フランスではクリスマスイブの夜はサンタはフランス上空を無条件で通れる法律ができたらしいだって。いいね。何素敵。いいな。いいな。私フランス行きたいんだよね。え、わかる、言ってるよね。言ってる、言ってる。やっと覚えてくれた。やっと覚えた。やっと覚えてくれた。あ、三角、三角国。はい、答えて。フランス、韓国。あれ？もう話になんないぜ。あれ？MC でやったじゃん。やったね。そうそう。で、同じ会話したのよ、今と。フランスでしょ？うん。フランスでしょ？うん。フランス、うん、フランス、フランスの周りにあるでしょやばい、地図わかんない。フランス、うん、あ、イタリア、イタリア、はい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 、あと何、韓国って言ってなかったっけ。それはつぐみな、そうだった、うん、あ、私も行きたい、それもつぐみなそれもつぐみな、海外だっつってんじゃねえかそうだよね、うん、フランス、うん、いや、うん、あともう一個言ってたよ、あるよ、もう一個あるよ、有名なところ、シャーロック・ホームズ、エッフェル塔、エッフェル塔、フランス、あれ、うん、ちょっと待って、エッフェル塔ってなんだっけ、あ、パリ、パリ、え待って、エッフェル塔ってそうだよねあれ、あ、エッフェル塔はフランスか。あれなんだっけ、あの時計のやつ。あ、リサのシャトーみたいな。違う。あの時計のやつなんだっけ。時計だ。時計のやつ。あ、ビッグベンか。それだ。ビッグベン、ビッグベン。何ビッグベン。どこはビッグベン。じゃあちょっと考えてくね。うん。アメリカ。違う。オーストラリア。違います。ブラジル、ヨーロッパだよ、ヨーロッパヨーロッパ、ヨーロッパだよ、そう、ヨーロッパは知ってるんだけど、うん、ヨーロッパが何があるか分かんない。有名なとこあるじゃん、ヨーロッパってどこ、フ
フランス、イタリア、ヨーロッパねえイギリス、あ、イギリス、おしロンドンに行きたいって言ってるじゃん、ずっと。そう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 ですです、それそれそうそうそう、言ってた言ってた、そう、ずっとその3カ国に行きたいの、私は。そうだね、行ってみたいな、行きたいの。え、海外行ったことある？え、ない、一回も私。ね、なんかさ、ちゃんとさ、プライベートでしっかり何泊とか、ね、自分で航空券取ったとかない。そう、行きたくない？行きたいよ、めっちゃ行きたいよね。私一回行こうとしたんだよね。え、そうなの？だからなんかその3カ国の、うん、そのなんか有名なスポットを、ま、回れるなんかツアーみたいなのがあって、うん、え、それをそれに申し込もうとしたんだけど、うん、まあ結局無理だよ、うん、まあ結局まあそんな、うん、あ、そっか、そう、日数取れないから無理で、うん、むずいよね、確定された日にちがないとね。本当に行きたいんだよね。コナン君の聖地巡礼したいの。何、コナン君海外舞台なの？そう、あのコナン君がシャーロック・ホームズが好きで、なんかそのイギリスが舞台でなったお話とかがあるから、うん、そこにね、映ってたところとか行きたいんだよね。いいね、行きたいな。そう、行きたい。え、あとね、私あそこに行きたい、うん、どこ？あのね、国の名前はどこだとか忘れちゃったんだけど、サントリーニ島っていう、へえ、なんか、うんうん、もう街、もう色が青と白しかない。へぇ、 なんていうの、え、合ってる？サントリーニ島だよね。あ、合ってる。なんかそんな感じの名前の島があって、でも日本から確かね2日ぐらいかかるのかなみたいな、見た気がする。待って、それ、あ、ギリシャだって。あ、ギリシャ？そう、かな。そう、すごい綺麗なの。待って、私それで思い出した。私もう一個行きたいとこがあって、うん、水中にあるホテル。何それ？ホテルの部屋が水中にあるの。そこなんだっけ、みんな、わかる？わかる人いるかな？そんなところある？水中にあるホテル。ホテルとかレストランがあるところ。どこだっけ？水中？そう。息できる。うん、あるよ。それはね、ちゃんと酸素とかあるんだけど。もう、そのガラス張りで、もう見たら普通に海の中、水で魚が泳いでるみたいな。行ってみたい。あ、そう、モルディブ、それな気がする。モルディブ、うん、え、行ってみたい、行ってみたい。そんな名前だった気がする。そこにも行ってみたいんだよね。え、日本からどのくらい？え、全然わかんない。でもめっちゃ高いの、1泊100万。うおおっと、だからさすがに無理だけど一生に一度は行きたいね死ぬ前に行ってみたいね。すごいな、100万か。そう、でもめっちゃすごいの。なんかお部屋の写真とか見たんだけど、うん、めっちゃすごい、めっちゃ綺麗。行きたい、めっちゃ行きたい。そう、みんな調べてみて。そう、確かモルディブ。モルディブね、うん、100万か。でも2人で行けば50万。あ、行くか、うん、いや、50万もだけそんなに行けないよ、絶対10人くらい誘っていけば1人10万じゃあみんなで行く10万ずつ払ってそうしよう。行きたいな、いいよね、海外行ってみたい、うん、いいな、いいな。確かに1期生で行けば11人いるからよし、まあ、9万ぐらいで行けんじゃない？よし、行きたいな。万の部屋で11人泊まれるかな果たしてもう寝るどころじゃない雑魚寝、もう床に雑魚寝みたいなキュッキュッなんで絶対。いいな、調べてみよう。うん、うん、あとね、あともう一個思い出した。なになになに、え、めっちゃさ、あの海が綺麗なとこどこだっけ、めっちゃエメラルドグリーンの海が広がってる。もうなんかめっちゃ綺麗すぎて反射してるみたいな。え、なんだっけ、なんかあったじゃん、海外、オーストラリアだったかな、どこだっけ、なんかさ、そこら辺にさ、なんか有名なとこなかったっけ、オーストリア、あれどこだっけな、なんかエメラルドグリーン、あ、そう、ウユニ海溝、それかな、それかも、わかった、それかも、あの、もう、あ、ニュージーランドか、ニュージーランド、あれちょっとね、わかんない、そう、多分ウユニ海溝、それ行ってみたいの、私もあそこ、そう、めっちゃ綺麗だよね、めっちゃ綺麗、そう、あれも気になってる、そう、あ、あれもさ、めっちゃかかるんじゃなかったっけ、
かかる気がする、わかんない、ちょっとどこだろう。で一回本当に行きたくてすごい調べてた時期があった、うん、分かる分かる、私もめっちゃ調べてた時ある。そう、そしたらもうびっくりしちゃって遠さに、うん、どのくらいだっけ。そうそう、なんか私 TikTok で見たの初めて。おお、なんか人がなんか、うん、なんか手つないで滑ってるみたいな、それがめっちゃ綺麗すぎて、多分生で見たらもっと感動するんだろうなって。うーん、あ、ウユニ塩湖だって。あ、塩湖か。行ってみたいな。行ってみたいね。いっぱいある、行きたいとこ。え、行ったことあるだって。いいな、綺麗だった。あ、めっちゃ綺麗。いいな、綺麗だよね。いいな、いいな、ウユニ塩湖。あ、そっか、今は夏。おー、そっか、正反対なんだ、天気、天気っていうか。なるほど、そっかそっか。いいな、え、めっちゃ行きたいな。行きたい、行きたい、旅行したい、本当に。でも英語勉強しなきゃ。確かに。でも多分マディランゲージでなんとかなると思ってる。確かに、確かに。まあまあまあ、 OK、 Sorry、 Thank you。多分その辺行った時は多分なんとかなると思うの。でも相手のさ、やってること理解できなかったらさ、会話キャッチボールできないよ。確かに、そうだよね、まずそっからか、喋、うん、る以前に、うん、むずいな。でもさ、本当に、うん、あの何カ国語か覚えられるようになりたいんだよ。いや本当に最近なんか洋楽とかさ、うん、K-POP の歌とか聴いてるってすごいもう、うん、分かる分かる、なんか歌えないじゃん、メロディーでしか、うん、ちゃんと歌えるようになりたい。行ってみたいよね。いつか行きたい。でも私絶対行く。ね。私20代のうちに行こうって決めてるから。いいね、いいね。いいじゃんか。めっちゃ行きたい。行きたい。上に。どの辺なんだろう。何が？あの、いや、一生懸命言葉の意味を考えてたんだけど、でどれのことについて言ってんのか分かんなくてさ、結構間が空いちゃったんだよね、ごめん。何、何が冬に、冬になっちゃらね、冬のやつどこかなって、どこかなって思った。さっき言ってたっけ。分かんない。なんかニュージーランドとか誰か言ってなかったっけ。ニュージーランドって遠い。あ、ボリビアだって。ボリビア、へえ。どの辺なんだろう。聞いたことあるようなないような。確かにまず方角分かるようにならないとだね。え、地図使えないのかな、海外で。絶対迷う。てか地図がまず英語だもんね。え、地図アプリとか使えないの、海外行くと。確かに。対応してないのかな。あ、じゃあもう私無理だ。君は無理だ。無理だね、やめよ。やめた。でも行きたいな。どうなんだろう。でもなんかありそうだよね、なんかそこの国専用の電波、電波っていうか、うん、対応してるアプリとかね。確かに。ね、あ、海外で普通に Wi-Fi 借りれば Google マップ使えますって。お、あ、じゃあ私はいけるな。私もいけるわ。じゃあ私はちょっと危ないな。 Google マップは最強だから。そう、そうだよね。うん、そうだね。 Google マップさえあればもう無敵だからね。あ、ボリビアはブラジルの隣だって。ってことは真反対、真逆ってこと。日本の、え、めっちゃ遠いね。まあ、反対、ま、真正面、なんていうの、真っ逆さま。分かる、言いたいこと。ま、そんなとこにあったっけ。ブラジルってさ、こうじゃなかったっけ。なんか、つぐみが言ってるのオーストラリアじゃね。あ、気のせい。ブラジルってここら辺にない。日本はここ、日本があって、ロシアとかがあって、ここら辺にない。あ、じゃあ割と近い？え、違った？え、いけるんじゃない？どこ？ブラジルって。わかんない、私。ブラジルってどの辺？地図わかんない。え、じ
じゃあ一見あ日本の真裏なんだ。あ、真裏、そう、真裏が言いたかった、それそれそれ。じゃあやっぱ遠いのかね。どうぞ。行ってみたいな、いいな、いいな、ブラジルか。行ってみたいな、海外一生憧れる。アメリカの方なんだ。へえ、そうなんだ。そうなんだ。じゃあアメリカも遠い、ね、遠いってことだよね。遠いか。行ってみたい。24時間はかかるよ。1日そんな、そうする、そんなもんか。そうね、海外行って1日飛行機とか移動期間、うん、すごいね。すごい。それでも、それでも行きたい、ね、私は。それでも行きたい。いつか行ってみたい。憧れる。あ、アメリカとかで乗り換えなんだ。あ、そうなんだ。でもほんと1日中移動だ。うん、だね。なるほどね。へえ、そういうこっちゃ。行ってみたいな。行ってみたいな。アイス、アイスだって。ちょっと今聞こえた、聞こえた。私たちも食べたいんだけど待って、アイス食べたい、アイス食べたい。何、アイスあるの。思ってんのか、見たから。じゃあちょっと、見とくね。うん、アイス食べたいな。アイスはあるのかしら。何アイスかな。なんか買ってきてくださったんですかね。今カドちゃんはアイスを確かめに行ってくださっております。何アイスかな。そう、私すごくチーズ系のアイスが好きで、サーティワンとかでもストロベリーチーズケーキとか、あと最近ね、新しく出たニューヨークチーズケーキっていうのがめちゃめちゃ美味しくて。あるかな、サーティワンかな。待って、アイス争奪戦始まってる。待って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 、もしかして角参加してる説ある。ちょっと戻ってこないとか言わないでよね。え、ちょちょちょ、待って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 、どうしよう。ちょっと小豆とか来たら私食べれないよどうしようどうしよう、7個しか食べないんだから小豆のアイスはどうしようどうしよう、どうする。あんまりもの小豆だったら私泣いちゃう。大なんだっけ、大納言、大納言小豆。そう、7個しか食べないんです。待って待って、やってるかな、やってるのかな、アイスそうなんですよ、やってる。え、ちょっと角返ってこないんだけど、角返ってこないんだけど、角角角角あ、角どうしよう、本当に小豆が残ってるかもしれない。カド配信してること覚えてるかな。忘れてる説ある。カドカドちょっと待って待って待って、どうする。でもみんなよく考えて、カドは優しいよ。カドは優しいから、きっとね、私の分のアイスも持ってきてくれるはず思ってる。この間はそうだよね。こんだけ来ないってことは、多分アイスを持って来てくれるってことだよね。そういうことだよね。あ、待って、今カノの声聞こえた。おお、あー、半分こしよう。あ、何、サーティワンですか。はい。あ、優しい、優しそう、美味しそう。びっくりした、私ね、もう角が帰ってこないんじゃないかと思ってじゃあいろいろちょっとハプニングがあってちょっと喋ってたの遅いな、ちょっとやりとりしててよかったごめんごめん、よかったよかった優しい、そこまで来てくれた、うん、いただきます。嬉しい、メリクリメリクリ。ちょっと硬いな、ちょっと硬いな
よかった、好きじゃなくて。ありがとう。え、何、好きじゃなくて何、あのね、小豆だったらどうしよう。あ、小豆ね、残りの。いや、小豆はだって7個が食べたじゃん。あ、食べたんだ、さすが。7個しか食べないからね。余ってない。いただきます。おいしい、おいしい。何味、これ何味だ、チョコ。うん、ちょっと何のフレーバーかはちょっと分かんないんですけど、初めて食べた。うん、美味しい。え、美味しい、これ。うまー。いい、スプーンがやられそう。確かに。うん、あと落とさないようにね。ね、怖い。美味しい。みんな今日何食べましたか、クリスマス。ケーキとか食べた？チキンとか食べた？チキンとかどう？どうどう？なんかクリスマスっぽいの食べましたか？食べましたか？硬い。おし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 。ね、夢にね、聞かれたからね、つぐみのさ、爆笑、あの、昨日の事件、あ、一昨日か、一昨日の事件喋っちゃった。恥ずかしい。夢が気になってて、喋ってきた。え、みんな聞いてた。え、聞いた人。やめてよ。みんな聞いてた。待って、私みんなともう顔を合わせられない。どうしよう。どうしよう。終わった。でもでも、6人しかいないから。どんな6人？夢、夢よな。春、青、ヤヒ、やべ、やべ、ヒノ、やべ、やべ、やべ、もう話せない。恥ずかしい。本当に恥ずかしい。多分みんなも気になってるんだろうなと思うけど、うん、そう、ちょっとね、事件があったんですよ。そうなんです。まあ、温めてるんですけど、うん、いつか。でも多分、うん、そろそろ忘れると思ってるので、うん、多分みんなが知る日はないと思うんだけど、多分気づいたら忘れてるから。うん、まあ、でも時が来たら喋ろう。うん、いつかね。うん。アイスって美味しい。いや、本当に一生食べられちゃう。確かに、ね、時は来るのか。来るかな。で、私も正直夢に聞かれるまで忘れてた。よし、その調子だよ。もう夢に聞かれて思い出したってこと。あと数日したら忘れるでしょ。いやいや、そんなことないよ。だって LINE に残ってんじゃん。ちょっと大会しようかな。いや、ブロックしていい？ねえ、大抵。一旦ブロックしようかな。そんなこと。いや、ブロックしたところで残るよ、トーク履歴は。もう逃げらんない。ちょっとね、その時の LINE の会話もだいぶシュールなんだよね。そうなんだよね。はあ、恥ずかしい。よいしょ。でも正直これは、うん、その現場にいたからクソおもろいけど、うん、言葉にしてみんなに話すと多分そんなに面白くないと思う。じゃあ話さないべきだ。いや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 。すぐのやらかしエピソードの一つとしていつか話しますよと。いや、確かに現場にいたらより面白いって感じ。本当におもろかったよね。うん、うまく言葉で。私あそこからセットでおもろいよ。まだね。私にしてってさ。私あそこからつながってるからくそおもろかったよ。それは言ってもいいか。あ、確かに。なんか私の語彙力で伝えるかな、うん、なんかあの劇場の扉があるんですけど、これは温めてる話じゃないの。そうそうそう、そのあのことがある前の話なんだけど、うん、劇場の扉がなんていうの、オートロックなので、そうそう、スタッフさんがカードをピッてやらないと開かないんですよ。何年もここ使ってるから普通わかるじゃないですか。
なんですけど、この人は普通にあのドアに なんか突進していく勢いで行ったから、私がえまだだよってこう止めたらなんかあのそのままつぐみは突進しちゃって、いやあの勢い止まらずで、そしたらつぐみがなんか今犬みたいな気持ちになったってどういうことって思ったら、私があの急に急いであのまだよってこのまだよって言ったんだそう止めたから、なんか犬に待てって言ってるみたいで、犬みたいな気持ちになったって言ってて、我ながらどういうこと、なんかでもすごい、なんかお母さんとかお姉ちゃんの犬とかでも返しじゃないね、返しが犬だったの言い方がそう、待てみたいな、すごい勢いで行くから、私もあのとっさに出たから、なんかそんなだよそうちょっと飼い主みたいになっちゃったんだけど初めて犬の気持ちが分かった、この前それで本当に悪かった。でそれで笑った後に立て続けに事件を起こしたからなおさら爆笑だったよね、本当に面白い、おかしいうんうん、待てできてえらいねって来た犬だと思われてる多分犬なんかなはあ面白い、はあいやー本当にその日笑いすぎて、うん、もう声が枯れちゃって、そう公演ドラマにも声枯らしちゃってうちら笑いに全力を使っちゃってもう喉がおかしくなっちゃってはぁ、あ、おかしい、はぁ、あ、おかしいな、マジでおもろい、その時の映像思い出すと本当におもろいちょっと見ててほしかったな、本当にマジで怖いんだったの、本当にもうスピード感といい言葉といい手の感じといい私だって待てよってだったもんね犬種つけてた絶対あれはでも突進していく姿は闘牛だったよごめんけど急にイカつい全然可愛くないじゃん、その勢いで本当に言ってたの、すごい勢いで行くもんだからその扉がね、押す扉なんだよ、そうだからで結構重いんだよねそう扉が重いから、まあ、その反動のためにも結構全力で行っててああ悲しい、子供は私のこと牛に見えてたらしい、犬じゃなくていや、その瞬間は正直誰が見ても思う一生懸命すぎたもんもうそこしか見えてなかった闘牛が赤い証しか見えてないみたいに扉しか見えてなかったこれがもうはぁはぁ、あ、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 たまに本当に私、うん、あの力加減がバグるんですよね、あと声の声量そうなんかね多分1か10しかできなくて0か100だねてて、でもちょっとあの隣で寝てるんで住民なんですけど
そう今何時か分かってますか。まだ2時ですよ。えね、あれまだ8時50分まだ2時ですよ。眠れないですけど、ね、眠れないですよ。え、こんな時間に寝るんですかね。はい、だって健康なんですかね。あれ今手に持ってらっしゃるのはアイスです。あれアイス食べながら寝る。はい、アイス飲んでみたいから。あ、そうなんですね。でもそれ邪魔されたんです。邪魔したんです。迷惑ですよ、本当に。どっから来れたのか。夢夜長きました。おかしいですね、ここも。こんにちは。こんにちは、隣の住民です。今日もこんにちは。ゆなこ、うつれ。すいません、どうも。隣の住民です。ちょっと近所迷惑だったんで、ちょっと注意しに行きました。失礼します。全然ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけますね。ありがとうございます。いや、マジで冗談。マジで冗談。全然ありがとう。かまってほしかった。かわいい子。またね。バイバイ。バイバイ。おもろ。かわいい。何事かと。わかる。超びっくりした、本当に。なんかやらかしたと思った。わかる。ね。びっくりしちゃった。おじさんたちの友情出演だった。友情出演。優しい。うん。うん。ああ。ああ、おいしいね。ああ、おかしい、おかしい。本当にダメなんだよ、本当に。最近ドライアイで、うん、笑うと涙出ちゃうから、うん、もうここカッピカピなの今。なんかたまにそれで目やにになって目開かなくて、やだ。最近すごい悩んでるの。ちょっと今その予感がしてる。何なんだろうね。うん、あ、そう、今日は1時間やろうと思っているので、お、あと10分ぐらい。うん、10分くらいね。うん、え、割と1時間早い。うん、ショールームすると本当に1時間早く感じる。確かに。うなずいてる、うなずいてる。もう声が枯れてきた。喉疲れちゃった。お前静かにしろよみたいな。本当に焦って。
く止めたよね。ね本当にさ、もう怖い、自分が怖いんだよね。すごい、すごかったよね、あの時の声量。多分今までで一番でっかい声でした、あの時。本当に。でも全然声通らないのに。本当におもろい。やめたい。よくあるよね。ね。だってそれこそあれじゃん、結構よく公演の日とか楽屋で、あのショールーム配信しますみたいな、あの声をかけてから言うんですけど、それを聞いてるはずなのに、普段の会話の声よりもでかい声で、え、そういえばさみたいな、え、さっきさ配信するって言ってたじゃんって何だと思う。だからダメって言われると声でかくなりたくなるんだよ。最悪じゃん。バカじゃん。あ、めっちゃバカじゃん私。どういうこと？ダメって言われたのに。まるで猛獣使いだ。もう犬でもなくなったよ。かわいさなくなった。死んだ。本当にやめたい。本当におもろい。多分そうだね、ダメって言われなきゃいいんだろうね、多分。なんでだろうね、本当におもろい。そうなんだよね、逆に多分大きい声出さなきゃいけない時全然出ないの、え、待って、これつぐみの知られざる一面だったよね、うわー最悪、生誕祭で言えばよかったこれさ、そうだね、これだ、これが一番多分みんなに知られてない一面だわでも多分カドしか知らない本当にそう、私しか知らない、いつも私がいる時にそうなる、うん、カドいると声量ばかりになっちゃう、食べちゃってそうなの、うわー生誕で言えばよかった、それだわ、悔しい、そうそうそう、確かに、うわちょっと来年言うね、じゃあみんな一回忘れて一回忘れて、みんな記憶から消していやーしんどいなもう自分がしんどい私もじゃあ来年言うこと、もう2つ決めたそっか2つ決めたわ、もう決まっちゃった、うん、もうじゃあネタ探さなくていい、うんうん、ネタ探さなくていい、でも今年静かに生きてんね今年ちょっと静かに生きよう、ああ目乾いた、ああ面白い、面白い、やばい、溶けてきた、食べちゃえ、うん、うん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 、やっぱ画質いいね、歯白いわかるクソ白いんだよね気づいてたなんかさ、私もさ笑うたびに思うんだよね、クソ白いためにさ、顔近づけるたびにさ、なんか違うんだよなと思って、苦しい、苦しいねえ、ちょっとみんな一回カドのルーム見て、カドのルーム見て、めっちゃ恥じらい、なんでこんな恥じらいの、めっちゃ恥じらい初期のなんか設定でねそう、ショールームね、なんかメイク機能とかついてて、多分それの機能の何かがついてるんだと思うんだけど、クソ白い、歯白い私始めた時から思ってたあれこの白さは何だろうと思って1時間近く経ってやっと違和感に気づいた、歯白いなって、遅いよ、めっちゃ白いな、あ、面白い、はあ、おもろすぎ。
もうこっちはなんか後ろ飛びしてるし。わけわかんない。あ、早い、あと2分だって。早いね。じゃあランキング読もうかな。確かに。あ、でもちら9時4分、あ、じゃあ8時4分に始めたから9時4分に終わる。ってことはあと5分。5分だね。ちょうど5分だ。じゃあ順番に呼びせ。ね、呼びせ。5位どっかに置いてきた。歯を白くする代わりに語彙力を捨てた。絶対語彙の方が必要だよ。絶対白くなくていいから。なあ、苦しいな。順番に読もう。順番に読みましょう。じゃあ私のから。はい。あ私のから読むね。うん、読んで。いいよ。あばばばば、ちょっと待ってね。はい、あ、違うね、こうだね。はいはい、いきます。かわいいプレゼントになってる台が。いきます。13位が、ボーさん。ありがとう。セーターさんもありがとうございます。セーターさんもありがとう。ありがとう。じゃあ私？はい。私の13位は、ワイマツさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、こちらの12位は、フクロウさん。嬉しい、アバターかわいい。じゃあこちらの12位はシリウスさん。ありがとうございます。わーい。そしてこちらの11位がゆうきさん。ありがとうございます。こちらの11位はあさゆきさん。ありがとうございます。そしてこちらの、10位がたかちゃん。お、ありがとうございます。あ、そこじゃない。そこじゃない。今すぐ気づいてた。ここすぐずっと動きが全部一緒。キモいぐらい揃ってたよ今。気づかなかった。戻るタイミングも一緒なんよ。ちょっと気を取り直して、こちらの10位はエルトさん。ありがとうございます。そして、9位がマナポン。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの9位はサトスさん。ありがとうございます。そしてこちらの8位がニナちゃん。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。こちらの8位は、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと見てくださいね。厚切り銀鮭定食さん。ありがとうございます。食べたい。そして7位が、子連れの沼さん。ありがとうございます。嬉しい。こちらの7位は、ぼっちこさん。ありがとうございます。こちらの、なんだ、6位ですね。6位はどういうって書いてあるけど、気のせいじゃないとね。あ、アルモナンドさんですね。待ってね。闘牛になってもずっ、イエーイ。名前書いてくれて、闘牛。こちら6位はノーネームさん。ありがとうございます。そしてこちらの声が、りょうた。ありがとうございます。ありがとうございます。カレー。こちらの声を、名前がない？もしん？あ、ほんとだ。てんさん。ありがとうございます。4位ですね。4位がケイ。ありがとうございます。こちらの4位は、三つ脇さん。ありがとうございます。そして3位、ベスト3いきますよ。3位が、前田さん。ありがとうございます。元気ですか。こちらの3位は、野瀬原さん。ありがとうございます。こちらの、そして2位は、金平さん。ありがとうございます。ありが
ちらの2位はチャコさん、ありがとうございます。そしてこちら第1位はイノなんでトップの差が1位。待って、私だけみんないないよね。あれ、皆さん、うん、バグっちゃったかな。こうしてこうすると来た、はい、来ました、来た来た来た。1位がまさきさん、ありがとうございます。嬉しい。こちらの1位はリエサブローさん、ありがとうございます。めちゃくちゃハイなテンションで、うん、いや本当に、ああもうなんかちょっと疲れちゃったよね。え、強かったね、シンクロしてた見事にありがとうございます。ランキングの皆さんも、ランキングじゃない皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。急遽でしたが本当にありがとうございました。走ろう走ろう本当に走ろう走ろうありがとう。お、ちょうどいいんじゃない。あ、ちょうどですね。ということで、ということで本日のカタツグ配信はこれにて終了とさせていただきます。さようなら。やめてやめて、アイドルらしく終わるよ。そうだね、うん、そうだね、うん、アイドル頑張ってしてさよなら、さよなら、ありがとうございます。もう今日早く寝ようね。そうしようね。ありがとうございました。ありがとう、メリークリスマス、良いクリスマスを。ありがとう、バイバーイ。危ない危ない危ない。